今までのやつより強いよ。きっとこの迷宮のボスだと思う。おう、見りゃわかるぞ。危険を感じる。ダメよ、これは渡さない。渡さない？何のこと？あんたはずっとここにいるの。絶対にこの世界から出さないわよ。なんわ、クマは帰ってアイス食べるんだ。クマ、勝手に決めないでほしい。クマ、ああ、私たちはここから出る、そう決めたんだ。おかしい、面白いわ。あなたが出してくれるんですって。なんて優しいのかしらね。このシャドウが俺らを閉じ込めてんのか。わかりませんが、とりあえずここは倒してみるしかないですね。先輩、準備はいいですか？おっしゃー、渡さない。来なさい、あんたたち、ロイヤルストレートフラッシュ。全部燃やせたら早いのに。先輩、一旦立て直しを図らないと。このままでは。君たちは休め。ここは我々が引き受けよう。まだついざなぎ。そう、
やってんだ。なぜ月光館学園ですね。味方なの？よくわかんないけど助けてくれたんだよね。だったらのんびり倒れてらんない。トランプのやつがまた出る前に。ちょっうざったいホワイトモン。いいわ、私自ら叩き潰してやるわよ。この先には進ませないわよ。まだない。なんて肉肉肉しい連中かしら。宝は渡さない、渡さないわよ。今の人たちはトランプ兵を引きつけてくれてるよ。でん、手間の押しだよ。前に倒しましょう。
強くなったみたいだよ。ああ、霊を守る大切な力だ。驚いたな、強い。あなたたちは。見ての通り、ペルソナ使いだ。君たちと同じな。やっぱそっか。なんでいきなり。お前ら、見かけによらずなかなかやるな。どうだ、あと。いいのか、霧以上にどやされるぞ。ご歓談の最中に失礼いたします。あれ、マーガレットさんと同じ服。はい、姉マーガレットと同様、ベルベットルームの住人としてお客人のお力添えをしております。私はエリザベス。こちらに控えますのは武帝テオドアでございます。以後お見知りおきを。先ほど姉より事情を聞きましたところ、どうやら非常に面白い困難なことになっているとか。あ、面白いっつった。詳しいことはここを出てから話そう。だな、まずはこのシャドウの巣から出ようぜ。その前にあれだ。宝箱？先ほどの女王がこれは渡さないと言っていたものでしょう。開けるの？ああ。